じゃあその辺どうも失礼いたします。はい、ホテルリッジ、ナルトパークヒルズホテルリッジっていうのが、あの、名前ですね。正式だと言いますね。はい。はい、徳島県ナルトの、カリフォルニアテーブルですね。はい。じゃあ、お願いします。はい。そうしましたら、まずは一品目の前菜ということで、はい、ちょっと小さめの前菜3種類の盛り合わせになります。はい。それでは、こちらのメニュー表に、取った方が分かりやすいかと思われますので、はい、それに沿っていかせていただきますね。まずは一番上のこの砂肝のベニエというふうに書いてますけれども、これが右下の、はい、この串に刺さっている部分です、はい、徳島の名産ですね。地鶏になります。阿波踊りという、阿波に尾っぽの鶏というふうに書きますけれども、そちらの砂肝を使って衣をつけて揚げたもので、ね、なるほど、はい。それでこの2つ目です、はい、そのカリフラワーのフランとあります。これが左下のこの四角い部分です。徳島で採れているカリフラワー、うん、これを細かく粉砕してフランという料理名なんですけども、はい、簡単に言いますとフランスの、まあ、洋風の茶碗蒸し、ちょっと硬めに仕上げた茶碗蒸しなんです、うん、ですのでそのカリフラワー、あとはコンソメのだし、あとは卵、はい、を使ってちょっと硬めの茶碗蒸し状態に仕上げたものをフランです、はい、それでこの3つ目ですね。このナルト金時と紅芋のブルーテとあります。これが一番上のスープ状のもの、うん、でブルーテ、これも料理名なんですけれども、ちょっとドロッとしたスープ、小麦粉、これをずっとフライパンで炒めるんです、ね、それに合わせてナルト金時のベースになるものを加えていく、焦がさないようにして伸ばしていくわけなんです、うん、でそれをドロッとしたスープ状に仕上げまして、でその上にかかっているちょっと紫色の粉状のもの、これが紅芋の実を乾燥して粉砕したものになります。ありがとうございます、はい、よろしかったです。なんかあの淡路とか、あ、じゃあ淡路もそうだけども、はい、徳島とかって芋のものってよくたくさんありますよね。このナルトでしたらもうナルト金時っていうさつまいもなんです。へえ、スイートポテト、ね、なんか道の駅、あの、はい、なんか細い道をこうスーッて行ったところのこう、はい、突き当たりにあって、そこにこうその道の駅の店だと芋のいろいろお菓子とかね、はい、お土産がいろいろあって、そうなんですか、紅芋ですね、はい、ありがとうございます、いただきます。はい、すいません、じゃあどうも失礼いたします。綺麗、うん、綺麗ね、ありがとうございます。さあ、そうしましたらこちらが2つ目の前菜ということで、はい、まずこちらの表記のところですね、マグロ、サザエ、ホタテの貝柱でありますけれども、マグロ、サザエ、ホタテの貝柱です、うん、でこのマグロの部分は本マグロの中トロの部分です、はいはい、それでこのサザエでございますけれども、こちらは徳島県の南にあります美しい波の町と書いて南町という場所があるんですけれども、そちらで取れたサザエ、サザエこっちからの方が見えるかな、ちょっと待って、あ、これか、この銀杏あるところかな、隠れてるちょっと隠れちゃったんです、うん、それでは北海道産のホタテの貝柱、はい、これをまずは燻製風味のフレンチドレッシングですね、それをで少しベースで味をつけさせていただきます、はい、でもよろしければこの手前にあるこの黒い線状のものです、バルサミコを使ったドレッシング、アクセントでお召し上がりをいただけたら、それはあの貝でも魚でも好みでこうつけてくれる、ありがとうございます、はい、わかりました。それとこの一番上に乗っているこの花でございますけどね、これも徳島市の一つ南小松島市っていう場所がありますけれども、そちらで育っているエディブリフラワー、いわゆる食用花ということで、全て、はい、お召し上がりをいただけます。このみかん、はい、このみかんみたいな部分はこれ八朔です。八朔、はい、ありがとう。はい。さあ、それでは続きましては今度はあったかい前菜になります。はい。これも先ほど言った小松島市がもう一つ南側に阿南市という場所がありますけれども、それの、紀伊水道側のですね、そこで採れたモンゴーイカ。モンゴーイカ。はい。すごくシンプルです。オリーブオイルでソテーをしてあるだけです。おお。でゲソの部分だけはすいません、素揚げをプラスさせていただきます、はい、ちょっと食感の違いを楽しんでいただきます、
それとこのアーモンドの香りを添えてとありますけれども、このアーモンド、これがこの上からかかっている白い粉状のものです。アーモンドの香りをつけたお塩なんですね。うーん、まあ、アーモンドの、まあ、粉末を少し混ぜてある。ここの皿にあるのも同じですか？そうです。なるほど。それからその黒いつぶつぶ、これがブラックのオリーブ、これを乾燥して粉砕したもの。うーん、それにちょっとこう味がついてるんだ、うん、はい、で、あのレモンを絞って、はい、好みで。もうそれはもうお好みで。わかりました、はい、もう非常にシンプルなお料理でございますので、素材の、はい、お味を楽しんでいただけたらと思います。いただきます。それではどうも失礼いたします。さあ、そうしましたら続いては温かいスープになります。はい、その名の通り、もうビーフのコンソメスープ、香りが高いビーフコンソメスープ。それとこちらメニュー表の中に先ほども登場しましたけれども、徳島の地鶏の阿波踊りのクネルを添えてとあります。このクネルといいますのが、この中にあるこの白いつくね状のものです。つくね状のもの、はい。なぜかといいますと、ビーフコンソメスープ当然香りも高くて味わいも深い、はい、でも最後後味のところに若干やっぱりしつこさが残っちゃう。でそれを洗い流していただくという意味で鶏肉なんです、うん、でしかもそれのささみの部分です。でこれをつくね状にしたものを同じように煮込んで、後味もすっきりとしていただきたいということで、このクネルを添えさせていただいております。なるほど。少しお熱いですのでお気をつけくださいませ、はい、いただきます。そうしましたら続いてはお魚のお料理になります。まずは奥様の方ですけれども、一番見えませんが目の前このナルト、その辺ですね、はい、その辺で獲れた天然のナルトの鯛、今の時期桜鯛と呼ばれる鯛です、はい、そちらを使ったそう でこの下に引いてあるこの白濁したソースです。これがブールブランという、まあ、はい、バターソースになります。もう少し言いますと、ヒュメドポワソンという魚介を使った出汁があるんですけれども、その中に茶化のバター、生クリーム、アルコールを飛ばした白ワイン、企業秘密の食材料理で使ったソースです。これよろしかったらぜひ、ね、パンにもつけて食べてみてください、はい、それと旦那様の方はもうその名の通りです。こちらのオマールエビを使ったソース、当然身の部分、それと爪の部分ですね、これもソテーしたものというのを添えさせてもらっています。それで少しオレンジ色のソース、これがソースアメリケーンです。いわゆるアメリカンソースです。そのオマールエビの殻の部分、あと私どもでは伊勢エビの殻、あとは車エビの殻の部分からエキスを抽出したちょっと香ばしめのソースに仕上げさせてもらいます。よかったらこちらもちょっと味の見比べて、はい、いただきます。上にある卵は何なんですか？はい、これがキャビアになります。あ、キャビアですか、はい、これはすいません、徳島では取れません。ありがとう、いただきます。続きましてはお口直しのシャーベットになります。はい、桃の入れ物に入っておりますけれども、中身は洋梨になります。はい、それとちょっと今日はお正月みたいになってますけれども、上から金箔を少し出させていただきます。先ほどのバターソース、それと甲殻類を使ったソース、これをお口の中から洗い流していただこうということでご用意させていただいたシャーベットになります。はい、そちらどうも失礼いたします。さあ、そしたらこちらがメインのお料理になってございます。はい、まずは奥様の方は、先ほどサザエと申しましたけれども、同じところで採れている美しい波の町と書いた南町で採れた黒アワビ、ちょっと回して、はい、そちらを使った、まあ、フリットということで、はい、いわゆる衣をつけて揚げたお料理になります、はい、それとこの金山寺風味というふうにありますけど、これが周りに引いてあるこの茶色めのソース、当然ベースはフォンドボーではあるんですけれども、うん、そこにちょっと和風のエッセンスを入れるという意味で金山寺味噌、うん、はい、お味噌を混ぜたちょっと和風のソース、あとは緑の部分はさやえんどうであったり、いわゆる、まあ、和食でいう一寸豆、一寸豆、うん、はい、この一番奥様から見て一番奥側のところ、はい、これ、はい、一寸豆、それと旦那様の方はこちらは徳島の牛肉、阿波牛のフィレ肉を使ったそうめん、
ない。それで今日はキノコのソースというふうに書いておりますけれども、3種類のキノコを基本使ってます。ソテーをしてやるんですけれども、しいたけ、あとはエリンギ、しめじ、この黄身の部分をソテーしたものをソースとして使用させていただきます。それで上からかかっているこの白い粉状のもの、これもそのパルミジャーノレッジャー、まあ、いわゆるパルメザンチーズ、これでちょっと香りとコクをプラスさせていただきます。上にあるこの緑の、はい、これはクレソンになります。あ、クレソン、はい、はい、よかったらこのキノコのソース、このキノコの独特の香りですよね。これとこのジンファンデル、はい、はい、この辺の香りもまた合わせて、はい、いただけたらということで、はい、ちょっと合わせてこちらもちょっと選ばさせていただきました。いただきます。それではどうも失礼いたします。さあ、そしたらこちらが今度はデザートになります。自家製のレモンの風味を効かせたチーズケーキ、ちょっとレアチーズっぽく仕上げさせていただきます。それでこのチーズケーキの上ですね、ちょっと黒い粉状のものが乗ってます。これは今度はお塩です。竹炭、竹の炭を混ぜたお塩、まあ、いわゆるスイカに塩を振って食べるという感じです。より甘みっていうのを感じていただけるかと思います。あとはエクストラバージンのオリーブオイルをつけて、ドリオフの香りをつけさせていただきました。あと飯田様いかがいたしましょうか。こっちは、はい、普通の、はい、あの生クリーム、生クリームね、はい、